おはようございます。ティラちょっと眠いと申しますドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いや、家具をこうねちょこちょこ買ってるんですけど、親が付き添うと基本的にちょっとろくなことがないということが多くて、もちろんね、バカ正直に自分のね、あの決断だけ決めちゃうとろくなことにならないっていうのもあるかもしれないけど、親が絡むと今んとこね、いいことが何一つないなんかこじれるんだよなあと理想のレイアウトにしたいから、親が入るとなんか変わってくるからさ、そこは自分でやりたいなって思ってます。そんなティラと申します。はい、じゃあ今日もね進めていこうかね。行ってみよう。おー、来たね、マストクロスタイガー師匠師匠いつもムキムキですね。最近私もジム行かないからさ、もう僕ジム行かないからさ、筋肉は鍛えられませんよ。体落ちてんじゃねえかなと思っても。じゃあ上級職をね使えるようになりましたんで、前回1度目の時はモンスターマスターからやってたんですけど、残念ながら私今回ね裏切り者ですバトルマスターの方が先になっちゃいましたモンマスの恥あ、来た。お、来た。王宮戦士ライアンから挑戦状届きましたよ。これに勝ったらバトルマスターになるからね。よっしゃ。いやー、皆さん、お待たせしましたよ。いや、まだ使えないんだけど、お待たせしましたってまだ使えないんだけど。さあ、上から来ますよ。来たー。上からね、もう降りてきましたよ。王宮戦士ライアン。もう、埋めて、目が鋭いもん。腕組んでるもん、強そう。で、腕組んでる強そう。下がやった。やっぱり今回はね、まあ、前回戦士で挑んだはずなんですよ、ライアンにはね。はい。今回は武闘家で挑みたいと思います。でもなんだかんだ今回のロムはね、今回はなんか武闘家でやること多くなりましたね。はい。もう元はもちろんキースドラゴンとドラゴンキーっていうことで、もちろん、もう分かってんじゃん。もうこんなの分かってんじゃん。よっしゃ、行くぞ、キスココドラ。さあ、ライアンですよ。相手は腕を組んでいます。ほら、腕組んでるもん。めっちゃ強そう。さあ、挑みましょうよ、武闘家でね。もう武闘家で今まで鍛え上げられてきたね。今までのね、もう武闘家長かった、正直。うん、長かったからね。その武闘家のね、真髄を、ここで見せたいと思います。で、ライアンなんて軽く超えちゃおうぜ。選手の時は一発で、なんだ、一発目がスペシャルカード来たから、なんだ、なんだ、何使ってくんの、わいー幻の大地来たぞ。おい、幻の大地呼んできたわ。マジかよ、一旦目からそんな幻の大地呼ぶか。まあ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 、早計な判断に助かった。行くぜ、滅殺、ライアン滅殺、はい、よいしょ。いやー、きついねー、ライアンになっちゃうか。ホイミンだよね、狙い目はね。打撃を狙うとしたらホイミンを狙ってほしいんだけど、さ、このコドランはね、サマヨロにデインを落としてほしいところ、ナイスー。それはナイス。そう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 。コドランのデインめっちゃ刺さるからね、ライアンにもな、ね、あの、サマヨロにもね。この歴戦の技がね、めちゃくちゃ威力高いから、これ避けてほしいね。避けない避けませんか、避けませんか、ダメっすかねダメっすか、爆裂拳。いや、怖いね。避けていこう。うん、避けない。武闘家が避けない。うん、武闘家が避けない。さあ、キスコです。いきます。氷を取って、いくぜ。回れ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 。よいしょー。なるほどね。いや、キースロゴン通り悪いな、てか。何も考えずにキースロゴンこうやって持ってきましたけど、若干通り悪いんですよね、キースドラゴンのそもそもが。まだまだ戦況読めませんね。ちょっと逆に言えば HP 差がちょっとね、逆に開いてしまった感があります。はい。さあ、まだまだ、こっからですよ。ナイス!よかった!さあ、よいしょ!よいしょ!オッケー!武闘家の99のね、回心率はやばいよ。キスコもう一回ホイミンって言った。よいしょ!いいよいいよ。大丈夫大丈夫。これさ、言うて、あーでもここでホイミン使おうか。ここでホイミン使われなかったら、もうコドランがデインやってて、なんか、攻撃スペシャルで勝ちだったからね。いやー、わかんなくなってきましたよ、まだまだ。まだわからない。避けろ!うん!武闘家を狙う割には避けねえ。武闘家狙われる割には避けねえんだけど。避けてくれ。武闘家チームっての回避率売りなんだぜ、神髄ってのは。うん。避けないね。見事に避けん。もう全然避けん。どうしようかな。つばぜりするか。ちょっと迷いどころですけど、つばぜり行きましょうか。ここはネビラがあればもう圏内なんですけど、もちろんないんですよ。なのでここはね、つばぜり合いでバチコリね、もう向こうの勇気を試させるわけにはいかないんですよ。なんでつばぜりに勝って向こうの2体の攻撃耐えてからって感じですね。いきます、つばぜり合い、3、2、ここはい、 OK! 来たわ。はい、来た。2秒式来たよ。必殺2秒式。もう負けない、負けるわけがない。
ここ負けるわけないですよ。ここまで行けばね。来た、必殺の鈍式。これが神髄。いや、多分違う。神髄ではない。大丈夫、大丈夫。ここしっかりね。ただこの事態の攻撃で怖いのは、ホイミンかジョニーが痛恨出してしまうことなんですよ。ありえなくはないですよ、正直。まあ、なんだったら聞いてもここで会心出しちゃえば終わるんですけど、どうでしょうか。ダメか。でもまあまあまあ、キスコいい打点、いい打点。いいよ、いいよ。さあ、キングアウト、あ、まあ、痛恨ではないから、痛恨ではないから。よし、あ、これも、勝ったかな。これ勝ったと思う。ホイミスライムの爆発圏痛恨出ようがね、まあ、ダメージ的には400弱なんで、爆発圏で痛恨が出ようが。多分大丈夫です。うん、大丈夫だね、オッケー。お、よし、終わった。ラストは、DLC。ね、よかった。これが武闘家の神髄よ。はい、ちょっと。よっしゃー、バトルマスター来たー。もう、どちらかというと実況者的に考えるとさ、バトルマスターをやる人多いんだよな。はい、というわけで早速バトルマスターで遊んでみたいと思います。武器はプラチナソードのね、ウェブもダブルスキャンを使用しております。合体武器がほとんど存在しなかったので許してください。ちょっと弱いな、お前。まあ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 、下積みなんでね、お供が強いんだよ、大丈夫だよ、お前。ちょっと待てと。これはちょっと待てと皆さん言うと思うんですけど、まあ見逃してくださいよ。これは強そうだもん。どう見ても強いじゃん。さあ、この DLC モンスター2体を携えて、バトルマスターのレベル上げをしていきたいと思います。ちょっと待ってよと。キラーレイカンとね、なんかね、2ちゃんでね、聞くところによると、2ちゃんの掲示板で聞くところによると、このテンションカウンター、バトルマスターと組んだらテンションカウンターがクソ強いって聞いたことあるんですよ。これめっちゃ強いみたいだよ。よっしゃ、行くぞ、キラーレイカンと。なんか、中モンスターらしいな、お前結構な。おい、行くぞ、テンションカウンター。おい、よいしょ。あ、テンションたまんだ。あ、カウンターの構え取ってんのにテンションたまって珍しいタイプだね。今考えたら。さすがタイプ、でも、カウンターってことはさ、そうだもんね。あ、でもこれガードするんだよね。ガードしない。まあ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 。でもカウンターってこれさ、相手の判断力次第なんだよね。あ、こいつはバカだったわ。そう、単体攻撃は相手の判断力の問題でさ、これ行くかどうか分かんねえからな。まあ全体攻撃今回打ってくれたからね。カウンターしようぜ。テンションカウンター。さあ、テンションカウンター行こう。どんなんの。さあ、テンションカウンター行きます。行け行け、テンションカウンター。はいはいはい、よいしょ。あ、まあ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 、でもカウンターの威力としては、あ、テンション上がるんだ、テンションカウンターだから。へえ、普通に強いね。ってことはさ、次気候弾とかでやっても普通に強いかもね。さあ、悪魔の騎士ビッグトマホーグ、よいしょっとね、170でね、だいたい全員当たれば。そしてもう一回いきます。普通にこれが、うん、強いよく当たったな、おめえ。強い強い強い。さあ、ここでメポンダブルスキャン見習いいきます。次の前、はい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 、オッケー。かっこいい。剣の前これさ、踊るようにやるのかっこいいよね。こいつバカだよ。水鉄砲撃ってきたもん。よっしゃ、キラリカウント頼むぜ。このテンションカウンターの強さ見せてやれ、お前。もう一回、テンション上がった状態のカウンターよ。いけ。テンションカウンター。いけー。はい、はい、はい、オッケー。テンションが上がった状態でね、これやもんな。さらにテンション上がる。これ、ずっとテンション上がるってことはさ、次の、この気候弾めちゃくちゃ強いんじゃないの、普通に。テンションカウンター強いぞ、これ。てか、勇気のたまりがやっぱカウンター系統だから優秀だね。勇気のたまりが超優秀だわ、こうしてみると。まあ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 、ブレスですから、気候弾は。気候弾の何が強いといいさ、ブレスであることだよな。さあ、行くぜ、剣の前、踊れ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 、はい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 、オッケー。いいよ、いいよ。さあ、ここでテンション上がった気候弾。もう、テンション上がってる時点でさ、ブレスだよ。めっちゃ強いじゃん。いけ、気合を打ってって、うわー、なった。強いねー。いや、テンションカウンターが普通に強いんじゃないの、これ。やっぱなんか Wi-Fi 対戦でこのキラーリカントめちゃくちゃいたって聞いたことあるから、やっぱそれぐらいの強さを持ってんだね。さすが DLC。 同じバトルマスター同士、こちらは見習いですが、よろしくお願いします。胸を借りるつもりでいきますんで、よろしくお願いします。いや、懐かしいな、これ。なんか、このチーム、俺、なんか嫌な思い出しかねえんだけど。このグレートオーラスのアイスブレスで俺負けた気がするんだよな。うわぁ、待ってくれー。
まあ恨み晴らしましょうよ。1ターン目から早計なことしてんな。さあテンションカウンターの構えとりましょう。これさ他のカウンターと違ってさ、ここでなんかさもう勇気たまんだね。ね、今までのカウンターてね、カウンターの構えの時は勇気たまんなかったんだけどね。さあ行くぜ、次は、はい、踊り踊り、はい、はいはいはい、はい、オッケー、いいね。グレートオーラスはさすがに打撃耐性低いからね。さあテンションカウンターしたんでよろしくお願いしますよ。083意味ない。ああ、普通に食らう。まあまあスーパーハデーションなんかそもそも通行出ないしね。そうだよな、向こうの判断力はさ、え、これ絶対無理じゃないの。スーパーハイテンションのマジン切りって成功しないはず。は？あ、そうか。成功はするのか。あ、成功はするんだ。成功はするけどそうなるんだ。光っておいてまさかのか。まあ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 。お、いいね。そこに置けないですよ。そしてキラリカウント、テンションカウンターいきます。ここでテンションカウンターいきます。大丈夫だ。テンションカウンター、はい、はい、はい、よいしょ。で、威力高いね、テンションカウンター。他のなんかカウンター技より威力が高いね。なんかサーベルキッチンとかも結構高かった覚えだけど、こいつ高いな、威力。カウンターの人は。いくら打撃弱点とはいえね。はい、よいしょ。よいしょ。いいよ、いいよ。だいたいくらい170だからね。これビッグタコ普通に強えな。安定してる。んー、よい。よいしょ。いいね。得意気に上に乗り上がって。テンションカウンターいくか。テンションカウンター強いぞ、これ。これ勇気のたまりが早い。そしてやっぱりこの構えの時に勇気がたまるっていう使用上、勇気がめちゃくちゃ早くたまるね。さあここで次ゲームいきますよ。えい、プラチナソードが光る。はい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 、これ見てて楽しい、このモーション。剣の前のモーション見てて楽しいな。大切断、ほうほうほう、お前てかよく動くね。まあ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 、はいはいはい、キラリカ頼むぜ。おいおい、キラリカ、おいこら、おいこら、テンションカウンターすらできなかったじゃねえか、どうしてくれるんだよ。キラーリカント、お前そこはちょっとさ、ナックサンプ、お前なんや、弱そうな見た目じゃん、弱そうな見た目じゃん。弱そうな見た目。どんな、どんな、どんな。あのさ、この前からそうなんだけどさ、秒のフラグ回収やめてくれません？この前から思ったんですけど、秒でフラグ回収するの何なんすかね、僕が。もう才能レベルのさ、フラグ回収の速さやめてくんない？才能レベルなんだよ、あまりにもさ、フラグ回収が早すぎるの俺。弱そうな見た目、そうなんで、なんでグラノーラさんなんかさ、やっぱ痛恨でなあかんの、こっちは。おいしょ、よいしょ、きついでー。いや、諦めないよ、俺は。諦めない。大丈夫、いける。諦めないよ俺は。まだまだこっからよ。グレートオーラスをバカにしたらなんか天罰が今下った感がすごいけどね、まあ、諦めないよ俺は。4 3 2、ここ、今日調子いいな、今日めっちゃ調子いいじゃん。2回もマックスにしたよ動画内で。やるじゃーん。競り勝ったけどきついなこれ、普通に気づいぞ。ナックルスタンプ怖っ。お前まさか、お前なんかお前弱そうな見た目、そんななんか弱そうな見た目しとるから大丈夫やろ。おお、いやいやいや、待って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 、きついきついきつすぎる。いけ、ギョチンヘッドブレイク、あ、よいしょ。いや、きついって。あー、待って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 、ここででもワンチャンあるよ、避ければワンチャンある。いきます、避けます、見てください。避けます。よし。キラリカ君よく残った。どうする？でも、いや、諦めない。奇跡の逆転あるんだよ。奇跡も魔法もあるんだよ。まだワンチャンある。こっちの主人公が早い、比較的。こっちの主人公レベルね、見習いですけど、見習いですけど動けます。そうです。いけ。頼む、決めろ、先行の劇当てろ、当てろ、よし、よし、勝負あり。普通にいい食だったわ。